お待たせしました。第1試合選手入場。トンチャには U-NEXT パイレーツ水原明奈、黒い波に映った今夜の月の満ち欠けはどうだ、レギュラーシーズンの女帝に超えられぬ嵐などあるものか、水原個人6戦目リベンジなるか。なんちゃにはチームライデン瀬戸熊直樹、不調に苦しんでいたチームメートもついに復活、一丸となって躍動し雷電の衝撃を響かせろ。瀬戸熊の個人7戦目3度目の勝利でスパークを起こせ。シャーチャにはセガサミーフェニックス魚谷優美、仲間たちが苦しんでいる、実直な努力家素直な心の持ち主、フェニックスのメシア魚谷がこれに奮い立たないわけがない。魚谷個人7戦目の登板です。ペーチャには赤坂ドリブンズ鈴木太郎、ギリギリ逃した初トップ、ライバルたちからの厳しいマーク、いくらでも包囲網を敷けばいい、乗り換えた時の体感は絶大だ。太郎個人7戦目の登板です。上がってるんですよね、ちょっとムード良しですか。かなりいいと思いますね。さあ水原連チャンとなりました。ドラはウーマンです。あ、なんか良さそうですね。いいですね。とても良い。あー、いいシャンテンドラーか。タンヤンをついてる。これ決めたら決まり手となりうるかもしれません、この手は。さあ魚谷はバカゼの難が統一一メンツ、太郎は一メンツ、イーソアンコです。両面が二つ、もう水原圧倒。いやー、なんだこりゃ。タンローソ引いた。リーチ行っちゃいます。行っちゃう手もあるし、ダマで7700拾う手もある。これ以上の待ちというか、まあ、数ピンとか引くともう打点力がアップアップアップですね。これはアップアップアップ、あとリャンパスを引きは待ちがアップアップアップ、はい、なるほど。これはかなりいい変化がたくさんある上に、このまま上がっても大きな7700、積もれば4000。俺太郎のチーピンどうなんだ。チーピン助かるんじゃなかったっけ。チーピンは大丈夫です。チーピンこのケースはね、これ時々やっちゃうんですよ、すいません。これウーピンとローピンの待ちです。はい、チーピンは奇跡的に通過します。さあこれは決めればトップ目からの加点大きいですよね。とっても大きいんで、はい、まあ本当あんまりね、待ち返しリースとか考えずにもうサクッと積もっちゃいたいですよね。それが一番ですよね。スコッと来るか。だって高いんだもん。高い。ああ、これリアンパーソーにするわ。リーチですか。わかんない。リーチになった。リアンパーソーでリーチに行く。さあ前回の大きな4着を今日全て取り返すか。全てはなかなか難しいけど取り返したい。これはね、見た目は7枚から9枚に増えたんですけどね。はい、でしょうか。リャンパーソー、ウーソーが赤ウーソー残ってますね。ほう、リャンソー2枚とパーソー2枚の 5枚山。いらっしゃいいらっしゃいいらっしゃい。最高っす。6000オールは6200オール。リーチツモ一発タンヤオドラ赤裏、6000は6200オール。積もったり暗装手配の2右にパシーンとくっつけました。これは村上さん、狙い通りの闇天からの変化でしたね。素晴らしすぎて、これできる人少ないかもしれませんよね。例えばウーピンローピンですぐリーチ行ってしまうケース。そうなんです。ここは大きな上がりになりました。水原です。トップとなりましたU-NEXT パイレーツ水原明奈選手にお話を伺います。対局お疲れ様でした。お疲れ様でした。そしてトップおめでとうございます。ありがとうございます。前回大きな、はい、ちょっとマイナスということで苦しい展開でしたが、前回はマイナス 93.7 ポイント、今回はプラス 90.9 ポイントでほぼ返したということになりました。ちょっとマイナス、はい、お気持ちいかがでしょうか。いや、ほっとしています。やっぱり前回のマイナスがとても大きかったので、チームポイントをガッと減らしてしまったので、コツコツ返していかなきゃなって思っていたところだったので、こうやってトップがすぐに取れたのはとてもほっとしています。
序盤かなりこう後手に回されてしまうシーンも多かったですが、仕掛けて仕掛けてがこううまく上がりに結びつきましたね。そうですね、一箇所どうだったかなっていうのが、初をポンした、はい、イーシャンテン変わらずのポンをしたところが、はい、難しかったですね。面前でも3色とかもあるイーシャンテンではあったんですけど、まあ、関数ピンの部分が結局ネックなので、一番テンパイのする枚数が多いイーシャンテンにした方がいいっていうのでポンしたんですけど、なんかチームメイトは逆かもなって、こう1枚目の初ポンで2枚目は泣かないとか言ったりするのかなとか思いながら、なるほどちょっと難しい判断でした。いいリャンメンターツとかだったら2枚目もスルーしようと思ってたんですけどっていう感じでした。ポンの4曲、太郎さんの親番、ドラが3万の時ですね、はい、あそこでなかなか短期選択っていうのもあったとは思いますが、はい、はい、そうですね、はい、それはちょっとチームメイトたちとまた変えてみて、ね、聞いてみたいと思います。一つ聞きたいところがあります。すみません、何の一曲、日本馬ドラガウーマンのところです。2巡目に早々にテンパイということになりました。ウーピンローピンの形、ただそこではリーチせず、ダマ点でも7700、十分な打点ではありましたが、その後ウースを引き、リャンパッソーでリーチということになりました。ここの思考をお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、基本的にもうファーストテンパイで結構私即リーチしちゃいがちなんですけど、おっしゃっていただいた通り、ダマ点でも打点が十分であることと、ウーピンローピンっていうのが2種類待ちがあるとはいえ、そんなにいい待ちではないということと、あとは一番最高の手代わりが数ピン引いての 3,4,5,3 色の面単ピン変化とかもあり、あとはまあパーピン引きもよしと、こう手代わりの種類が多かったので、だったらもうこのままダマ点で出上がっても十分な打点で、つも上がってもよしっていう、だからなんかこうなんていうのかな、謙虚と欲張り両方合わせたダマ点という感じでした。謙虚と欲張りなるほど、どっちの要素もあるダマ点という感じでした、はい、見事な6000オール、そこから大爆発ということになりました。さあ、海賊船はスピードに乗ってきましたね。そうですねちょっとまだ船長が元気ないんで船長にも頑張ってほしいなって思ってます。ありがとうございますでは応援してくださった皆さんにも一言お願いします。はい、前回は本当にチームポイントを大きく減らしてしまったんですが、なんとか早速たくさんのラッキーに恵まれてポイントを取り返すことができてよかったなと思っています。引き続きチーム一丸となって上を目指して頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。1戦目見事トップとなりました U-NEXT パイレーツ水原明奈選手にお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。